で、それではこれから警察企画1の第2回の授業を始めたいと思います。で、前回のまずまとめですね。前回はこういったことがありました。コンピューターの基本構成、それから、コンピューターの内部の紹介、それからと、メモリーですね、出力装置の配置と容量ということで、まあ、メモリー容量の管理とか、それからバイトとかバードといったところについて、説明。で、今回は計算機上での数値と数式の表現ということで、まあ、大体抽象的なテキストも大体12ページから14ページの内容をお伝えしていきたいと思います。それではまずセクション21、テキストのセクション21の数値の表現から入っていきたいと思います。まあ、テキストを持っている人は随時テキストも提供しながらご紹介ください。で、まず数値の表現、計算機の数値の表現なんですが、まあ、ビットとかバイトとかワードの概念については前回の授業の際に説明した通りです。で、まあ、以後その1ワードは N ビットということで、話を進めてまいります。で、それからあとこの授業では、その計算機上での数の可燃状況の表現図をそのワードの単位で考えるという点に注意しております。まあ、何ワード、何ワードの長さも、まあ、整数に対してですね、その可燃状況を行っていただくと思います。これからあとは数値、実際に我々が使う数値っていうのは大体受信数がほとんどで、で、まあ、それを、まあ、計算機の中ではその何らかのデータに置き換えて表現するんですけれども、まあ、この授業ではその数値からデータの変換の具体的な方法については特に詳しくは載ってませんが、とりあえず押さえておくことは、この数値とですね、我々が使う数値と、それを計算機内でその表現した、符号化したデータの間にはまあ1対1対応があるということだけは押さえておいてください。で、その中でですね、このセクション 2.2.1 では、この整数の表記、計算機での整数の表記ということで、まあ、特にその2の個数について、これから説明していきたいと思います。で、まずその計算機上での整数の表記ですけれども、現在ほとんど全ての計算機はですね、その二進法で数を表すことになっています。わざわざこういうこだわりが影響したのはですね、昔は二進法以外の表記をした計算機も中にはあったらしいんですね、どうも。自分もあまり計算機で一緒のことは、いろいろおかしくないんですけども、まあ、昔はそういう二進法以外で数のデータを確認した計算機も中にはあって、まあ、現在は、まあ、ほぼ全て、僕の知ってる範囲では全ての計算機は二進法で数を表していると思います。それからあと、この授業の以下ではですね、1ワードを32ビット、として、つまり、32桁ですね、二進数の集まりの1ワード単位として、話を進めていこうと思います。ここで、まず、じゃあそのビットの列ですね、0と1のビットの列で、整数をどう表すかということをまず紹介していきたいと思うんですけれども、まあ、符号なし整数と書いておりますが、こちらの、にありますように、この箱を並べたわけですね。これ、1つの箱に、まあ、0か1が入る、箱、まあ、ビットの箱が、横に32個並んでいると見てください。で、この、32個の、まあ、0、1の並びに対して、我々が使っている、まあ、整数を表すということを、で、このビットの列っていうのは B0 から B の31っていう記号が割り当てられていますけれども、この各 BJ は0か1の数、どちらかを表すとしてください。だから、まあ、0か1の並びが31桁並んでますよということですね、この箱は。で、それに対して、まあ、例えば我々が使っている整数 V というのを、この31ビットの並びでどう表現するかっていうと、こういう形ですね。BJ かける2の J 乗の J が0から31までの和という形で表します。
で、これはどういうことかというと、その、まあ、例えば、右が直角ですね。まあ、右の0は1から0で、まあ、ここが1の位なんですけれども、で次の2桁目、B の1っていうのは、我々10進数だと10の位なんですが、2進数だとここは2の位なんですね。そうすると、2かける1か0と。で、この B の2は、我々10進数だと、10進法だと100の位ですけども、B、2進数だと、この4の位、2の2乗の位というふうになっていて、この以下 B の J 番目、J 番目の桁というのが2の J 乗の位というふうな位取りを表すようなんですね。で、まあ、我々の10進法で、何桁、J 桁目が10の J 乗の位だったやつを、まあ、2進法だと2の J 乗の位に置き換えたということですね。でその、まあ、10進法が2進法になったということで、あとの数の表現の仕方は、我々が10進法を扱っているときと同じような表し方だということに、押さえておいてください。まあ、ここまで。で、まあ、その複合の指定数の、まあ、例として、こう、まあ、2進数で、からと数を左辺に置いて、10進数の数を入れておいて、まあ、10進数が2進数どう表されるかと、ちょっと、少しだけ例を見ていきたいんですけれども、例えば、まあ、2進数で0だったら10進数でも0になるんですね。それから、2進数の1は10進数の1に対応します。で、その10進数ですね。この10進数の2はですね、2進数だと、まあ、10という表記の仕方になるんですね。以下、どん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 数の値を増やしていくと、最終的に一番下はですね、この1が32個なんだ2進数っていうのは、10進数で言うと2の32乗マイナス。1となりまして、まあ、実質数だとこちらの数を意味するということになります。まずここまでです。まずはこの符号なし中の整数の表現が全ての基本になりますので、まずここを押さえておきます。で、じゃあ次ですね、その、まあ、世の中、その正の数でこう扱うだけ扱って済めば、まあ、楽なんですけれども、この負の数も必然的に出てくるわけですよね。例えば、気温の摂氏だと氷点下っていうのがありますけど、氷点下はマイナス使いますし、それからお金の計算も、入金は正の整数で、出金、支出ですね、支出は負の整数とか表したりしますから、そうすると、計算機でも必然的にその負の整数をこう表す必要が出てきます。そこで、その、まあ、プラスとかマイナスの符号のついた整数っていうのを、考えるというのがこの符号付き整数の概要なんですけれども、まあ、一番ですね、パッと思いつくのは、この32ビットの その整数の並びのどこかに、そのプラスかマイナスのここに対応する情報をつければいいんじゃないかということが思い浮かぶんです。そこでどうするかっていうと、一つのやり方としては、ここの一番左側ですね、その31桁目をにその符号、この数の符号ですね、正の数か負の数かという符号を、まあ、格納するというやり方が考えられます。で、こうしたアイディアはですね、アイディアを使う際には、この符号を表す結果の箱で次の31のビットを、まあ、符号ビットと呼ばれることもあります。まあ、こういう素朴なアイデアが何となくということを忘れてみましょう。で、ここからが、まあ、今日のメインの、部分なんですけども、実はこの符号付き整数の表し方には大きく2つのやり方があります。一つは、その今お見せしたその符号ビットを使った表現。で、もう一つは、これから後から詳しく説明しますけれども、2の個数っていうのを使った表現という、こう2つのやり方がありますので、今日はこの2つの、やり方ですね、まあ、順に説明していきたいと思います。で、まず、最初に説明しますのは、その符号ビットと、それから符号なしの整数を組み合わせた方法ですね。で、先ほども申しましたように、まあ、32桁の2進数が並んでいたときに、一番左側の B の31のビットを符号ビットとします。で、残りの30桁で普通に符号なしの整数を表すということにしますと、で、これによって例えば
我々が普段使っている十進数の整数 V を表すと、この V というのが一応こういう式で表すことができます。まあ、一応これ数式としてありましたので、マイナス1の B の31乗というのは何を表すかというと、B の31の符号ビットが1であれば、これはマイナス1の1乗がかかってくるから、この負の数を表しますよと。B の31のビットが0だったら、マイナス1の0乗は1ですから、正の数を表します。そういう意味ですね。で、それからあと、残りの、この B の0から B の30の桁については、先ほどの符号の整数と同じような形で、この二進法で、数を表すというふうにします。あともう一つ、0っていう数はですね、0は正の数か負の数かっていうのは、ちょっと、定義によるかもしれませんけれども、一応ここのルールでは、0っていう数が与えるときに、その符号は正ということにする。すなわち、0に対して B の31の符号ビットでは、0にするということです。で、こんな感じでですね、符号ビットと、それから符号なし整数の組で、負の数を表しますと、例えばこの左側にありますように、マイナス1という数は、この2進数のこの1にですね、その符号のビットが 1になっている。こういう数になります。というか、マイナス2、マイナス3、マイナス4もですね、この2進数の10、11、100という数に、その1番手以外の符号ビットが1、値が1になっているという形で、こう表すことになります。で、この符号ビットを使ったその負の数の表現っていうのは長所短所がそれぞれありまして、で長所は、符号発展が容易ということですね。例えば、もともと二進数で3っていう数が与えられたときに、これをマイナス3に変えなさいっていうとき、言うと皆さんどうしますか？3が、この場合ですね、この1、1っていう二進数が与えられてますから、これをマイナス3にしようと思ったら、この一番左側の符号ビットを1にしてしまえば、即座にマイナス3が与えるということになります。こんな形で、その符号発展は容易です。で一方で、その反射としては、その負の数の加算がやや面倒なんですね。というのは、例えばその、マイナス1とマイナス、これは負の数同士の、足し算は多分問題ないかもしれないですね。マイナス1とマイナス2を加えたら、マイナス3が出ているのをどう表現するかというと、符号ビットはマイナス1とマイナス2の負のだからそのままにしておいて、あとはこの、数の方の1と2を加えて3になるから、これで負の数同士の足し算は簡単なんですね。だけども、正の数と負の数を加えるとなると、多分これ単純にこの数を加えたのではうまくいかないんじゃないかということは、想像がつくかと思います。実際にちょっと疑問である思った人は、この後授業なので、ちょっと実際にやってみてください。ということで、その、正の数と負の数を加える際に、その、なんか別に単なる加算というのがちょっと別やり方が必要になるかもしれないということがあります。で、次にですね、この、2の個数、というアイデアについて、紹介したいと思います。で、仮にですね、今この M という整数が与えられたときに、このマイナス M を表す手順として、次の手順を使います。で一番目に、まずこの M、与えられた数 M のそのビットをすべて反転します。反転するってのはどういう意味かというと、1の値だったところを0として、0の値だったところを1にする。これをビットを反転するというふうに言いますので、覚えておいてください。で、最後に、1というのはこの二進数の1をこのビットに加えるというところですね。で、こうして作られるその、数というのは、実際にはその各ビット列の値に対してどういうふうに V が定義されるかというと、こういう形になりますね。この B の31、この一番上の桁の数に、マイナス1倍したものに2の31をかけたものに、その残りの30桁分の正の整数を加えた形。というのが、こ
表せる数ということになります。でちょっとまあ、この定義だけではちょっと分かりにくいかもしれないので、実際にですね、この2の個数の表現をちょっと見てみましょう。でここでは、まあ、1ワードを5ビットというふうに表しまして、でここでそのマイナス9という数をこう表すことにします。で、まずその最初に過去1番で9ですね、実質の9を2進数で表現すると、1001という数になるんですね。で次のステップでこのビットを全部反転させます。そうしますと、最初から、010、最初過去1番に010001だったものを、ビットを反転させると、これ1を0にして01にしますから、今度は10110というビットレスになります。で最後に過去3でこのビットを反転した数に1を加えるんですね。そうすると10111というところに、な数が得られるんですけれども、でこの数を入れるとですね、まあ、これはこの2の個数によるこのマイナス9の表現だっていうんですけれども、まあちょっとみんなが見たらこれが本当にマイナス9だっていうのかなってピンとこない人もいるかもしれません。でそこでじゃあでこのカッコ3の数とですね、このカッコ1の数を和を取るとどうなるでしょうかってことを考えたんです。ちょっと課題ですけど、カッコ1が010001で、カッコ3が101111ということでですね、数を加えていきますと、まず、この2進数の加算も10進数の加算と同じように1の位ですね、1の位から順番に数を加えていって、で繰り上がった数は次の上の桁に繰り上げるということにしますね。そうするとまず1の位は 1+1 で、これ2になりますから、2進数のところに2は10になって、1を次の位に繰り上がるわけですね。で次に、2の位は0たす1なんですけれども、1からの繰り上がりがあるので、やはりこれ2になってここ0になります。で次4の位も0たす1で1なんですけれども、2の位からの繰り上がりがあって2になって、やはり繰り上がるということで、で8の位も1たす0で0なんですけど、4の位からの繰り上がりがあってやっぱり2になるので、1繰り上がるということでですね、で符号の一番上のビットも0たす1で1なんですけど、これも8の位からの1繰り上がりになって2になるから0になるということで、実はその元々与えられたこの9とですね、それから2の個数として得られたその0111という2進数を和を取ると0になるということなんですね。で、皆さんその整数の中でもその逆元というのはどういう性質を満たすかっていう、まあ、定義として習ったこともちょっと思い出してもらうと、その元の数と和を取ってゼロになる数のことを、まあ、過去の逆元って言いましたよね。ですので、そういう意味ではこの2の個数で得られた数っていうのは、ちゃんと元の数の逆元、過去の逆元になっていることが分かるわけです。なので、まあ、そういうことでこの2の個数っていうのが伝えるということに注意していただきたいと思います。で、一応この2の個数の常識としては、今見たようにですね、その正の数との引き算がすぐに加算でできるということですね。まあ、そういった長所がありまして、今ですとこの2の個数によるその負の数の表現というのは広く用いられております。ここまでよろしいでしょうか。